社は平安時代の初期804年中国から禅の僧侶空海などの遣唐使によって日本に持ち込まれましたが、嗜好品というよりは薬として用いられていたようです。お茶を飲む習慣は当時の貴族の間で継続的に愛好されていたといいます。鎌倉時代の末期になると、茶は天皇や貴族の宴廷で飲んだ水や茶の葉の銘柄を当てるという一種の賭博に使われるようになっていました。日本の戦国時代は、日本の歴史において15世紀末から16世紀末にかけて戦乱が勃発した時代です。室町幕府の権威が低下したことに伴い、大名が領地拡大のため他の大名と戦闘を行うようになりました。この時代を戦国時代と呼びます。戦いの日々に暮れる侍たちは常に死というものに向かい合っていました。そして死の向こうにある極楽浄土という世界に旅立つことを願っていました。当時侍と同じ思いを持つ一人の茶人がおりました。その名は千利休。千利休はさまざまな欲望をそぎ落とした質素な生き方こそ極楽浄土へ行ける道と考えました。彼はそれまでの華美な茶道から質素な茶道へと作り上げていきました。これを侘び茶と呼びます。かくして侍は戦闘へ行く前に侘び茶を嗜好し、心静かに戦場へ向かうことができ、また一方、千利休は侘び茶の道を極めていくのでした。ところが千利休に思わぬ事態が起こるのでした。仕えていた豊臣秀吉に切腹を命じられたのでした。切腹の原因の一説に、利休が大成させた侘び茶とは道具は質素なものを使い、茶室は狭く最低限の光しか入らない作りを好んだのに対し、一方の秀吉は黄金の茶室を作ったり、大きな茶会をたびたび開いたりと、天下人の名にふさわしい華美な茶の湯を好みました。茶の湯に対するこうした感覚の違いが、利休と秀吉の対立を生み出したと考えられています。さて、少し話を変えましょう。見えます城は、私のふるさと、会津若松の鶴ヶ城です。そして、この銅像は、我が会津若松の領主、蒲生氏郷です。また彼は茶人でもあり、千利休の一番弟子でした。また彼は我が一族とゆかりの深い間柄です。ここでまた千利休の話に戻させていただきます。千利休には子供がありました。名を千松庵と言います。なんと秀吉は利休の子松庵までも殺そうと企てをしていました。我が領主蒲生氏郷はすぐさま松庵をかくまい、会津若松へ連れ帰りました。
そしてその命を守りました。我がふるさと会津若松で暮らすようになった松庵は、城の敷地内に茶室を建て、茶の湯に精進いたしました。茶室の名は輪郭と言います。後に松庵はその罪を許され、京都へ戻り、茶の湯の復興に努めました。我が祖先は蒲生氏郷の時代、家老職にあり、また茶人としても精進したと伝えられています。そして茶の湯は我が家に代々伝えられることになりました。